さあやってきました、そしてグルメ旅ポロキー。今回は岩手県の遠野市にやってきました。今回お届けするのは道の駅遠野風の丘です。こちらですね、日本モデルの道の駅ですね、はい、永遠の日本のふるさと遠野物語の聖地です。さあ、こんな感じです。あちらは釜石線が走り、ホールやフルーコート、そして展望デッキもあって、すごいね、綺麗な道の駅なんです。さあ、それでは入っていきたいと思います。岩手県遠野市国道283号線沿いに位置する道の駅遠野風の丘は、2021年4月にリニューアルオープンし、さらに注目されている道の駅だ。まずはインフォメーションセンター。四季折々の季節がお出迎え。春夏秋冬、さまざまな祭りが行われ、特に一番有名なのが秋に開催される遠野祭り。そして名所もたくさんある。河童の淵、そして遠野物語、遠野ふるさと村で、メガネ橋、そしてビールのホップ畑、さらにグルメも充実、ジンギスカン、ひっつみ、でお酒はドブロク、遠野ビールとかなり充実している。こちら1999年に登録され、2015年に全国モデル道の駅に、2016年には行ってよかった道の駅トップ30に入りました。さあ、名産品コーナーを見ていきましょう。こちらは遠野の名産品、そして乾麺、そして一番下には盛岡冷麺があります。こちらは遠野のお菓子、遠野のお菓子は明けガラス。こちらは松田松林堂さんが出しているメーカーです。そしてこちらはどら焼き、きびだんご、そば焼き餅、上には揚げまんじゅうがあります。でこちらが遠野宮城子クラブ多田勝彦農場が出している商品がずらりと、特にわさびドレッシングやかりんとう、そして遠野付き生醤油があります。でこちら遠野の地酒コーナー、一番の注目はなんといってもどぶろく。さまざまな種類があり、特にどぶろく、河童の舞は甘口で大人気。こちらは遠野小町スパークリングワインですね。おっと、なんとフランスに認められたの、すごいですね。でこちら遠野の地ビール、ズモナビールです。遠野はホップの名産地でもありますから、このようにビールもね、製造されているんです。飲んでみたい。こちらは遠野のおばんざい、東北の小京都と呼ばれている遠野で作られた野菜で漬物を作っているんです。ビールやお酒のつまみにもいけるんじゃないですかね。でこちらは遠野の朝市で販売されている漬物です。盛岡にも朝市ありますけど、遠野にもね、
朝市があるんですね。白菜漬けやきゅうり漬け、さまざまな漬物があります。でこちら遠野のお土産コーナー、タオルやストラップ、マスク、遠野の伝説と呼ばれているカッパを使ったねオリジナル商品が多数取り揃えられております。おっと、これはおむつの自販機、初めて見ました。もうこれ珍しいですね。子供たちに優しい自販機ということでしょうか。さあ続いてはグルメを紹介していく。こちらのフードコート、もう展望デッキもあってカフェのような感じです。こちらは夢咲茶屋、主にそばやうどんを提供しております。でこちらは遠野のご飯、定食や丼、カレーやラーメンといったメニューが充実しております。今回は遠野のご飯でお昼をいただきます。今回はラムロースト丼に決めました。ローストビーフのあぬローストラムです。それではこのラム肉ロースト丼いただきます。ちょっと卵崩して、おーすげえ、うん、このお肉薄切りです。うん、うまっ。こちら米は地元産、ラム肉は長時間ローストされており、さらに特製ダレをかけることで美味しさがより引き立っているんです。タレがいい、ジンギスカンのタレ、これ最高や。ラム肉ローストしてね、ご飯の上にですから。うますぎて、おいしい闇に感謝感謝です。うまーべやすというかハッピースマイル。ローストビーフよりうまいやつある、これ。そしてもう一つ、こちらわさびコロッケです。遠野はわさびの名産地としても有名なんです。じゃあいただきます。わ、めっちゃスーンとくる、これ。わさびの香りがしっかりね、じゃがいもの、コロッケのじゃがいもに合ってる、合ってていいねこれ。うん、あれ食べやすい。ちょっとほら、わさびが若干練り込まれてるんですよ。カリッカリしてうまいです。そして食後のデザートにはこちら、ただ自然農場のソフトクリームをいただきます。こちらさまざまな種類のソフトクリーム、ジェラートがあります。特におすすめはごまミックスソフトクリーム。いいや、トマトバニラのミックス、程よい香りがしてうまいね。
いや最高、まあ、ほんのりとしたごまの香りがバニラにミックスされます。押していく、そうですね、今日の風の丘。あれ引っかかった、なんか引っかかった、これはい、はい、はい、スタンプ押印完了、うん、鉄道走ってない、これこれ、まあ銀河鉄道を構えてるんですねというわけで今回は道の駅ほうの風の丘をお届けしました。最後にお土産でほうの地ビール、ズモラビール、ゴールデンピルスナーと釜石ラーメンです。買ってきました。釜石ラーメンがたまたまあったので買ってきました。ほうの風の丘は魅力がね満載なので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。